カンパーワンは残さずチーマン切り、パーワン2枚切れです。2枚切れのカンパーマンね、残しても全然おかしくないですけどね、うん、切ってきました。まあ、薬杯をね重ねたいんでしょうね。ハクとチューンですね。まあ、あとはチートイツとかなり見てるのかな。なるほど、今現在ではまだたったの2トイツですが、うん、ウーピンを残してるのはねちょっと不自然なんですよね、小林の手ってね。そうですね、うん、この手です。アイヤー、アイヤー、小林さんアイヤーとか思わないんですけどねまあ選択した時点で後悔がなければ、うん、何が来ようと一緒だっていうところですかね、うん、あー来たドラ、ドラを引き入れておやり1。さあ見事1万2000からのリーチに仕上げてみせたのは二階堂亜希です。上がりにたどり着けるか、山にはウーピン2枚パーピン2枚残っています。9万外すのに迷いがなかったですよね。そうですね、いやこれは強いリーチだな、うん、とおっしゃると、いやまあ親の先生リーチってだけで強いんですけど、もう 4枚山の上に打点もね、4000オールか、まあ1万2000からですよね。あと捨て牌もあんまり頻度がまだないですよね、うん、早いリーチですから。さあ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 、切るのはリャンマンでしょうけど、リッターリーチなんですね。もう変化よりもズバリと上がりきるっていうリーチですね、うん。渋川がぶつけに行きますが、ここは秋がすぐにパーピンをつぼ上がり、4000オールリーチつも、タイヤオピンフドラの4000オール、風林火山がリードしていきます。渋川は貫通層のままぶつけていきましたね。そうですね、まあ、積極的な選択ですよね、うん、こういう選択するとね、トップも多くなるしラスも多くなるんですよね、うん、で M リーグルールっていうのは、まあ、あのトップが大きいルールなんで、はい、もうラスを引いてもいいから勝負してやろうっていうリーチですよね、うんうん、あとこう勝負は早いうちにっていうお話もよく聞きますよね、うん、おっとっとっと、いい場合です。あら、第一つのウーピンが光り輝いている秋。三面ちゃんと両面のイシャンテンですね、はい、ね、イースーチーピン、スーチーソーのイシャンテンが第一巡目に入りました。またリーチが来そうだ。あーこれはもう一人旅だ、まだ残ってるんだけど一巡目にして一人旅が約束されているか、親番秋、座布団はまだ見せないですね。加算者の手を見る必要はないくらいかもしれないですね。しかしここで瀬戸くんは一面完成です。まあ、親がこんなに早いなんてまだ分かんないですからね。シャーリャンゾーって来たわけですからね。はい、で次でリーチで、はい、三面ちゃんこっちからこっちから入るか。イースーチーピン、三面ちゃんリーチ、三巡目親番秋、打点も申し分ないリーチピンフ赤5800からです。イーピンが2枚、スーピンが1枚、チーピンが4枚、あら214の合計7ですか。強すぎますねこれはね。強い強い、一発はありませんが十分上がりが期待できます。もう情報が全然ないリーチなんでね、はい、これ瀬戸熊なんかの手だとね、まず端っこ切るしかないんで、うーん、Eピンが2枚とか来ると危ないですよね。確かにそうですね、まあ、自敗がある人はね自敗を打っていくんですけど、まあ、これで6万が通って、まあ、サブロー9万が通りそうなんですね、うん。こうやってあの順目が立つとね、だんだん情報が増えてくるんですが、はい、まあ、ただね、街があまりにもいいんでね、そんなの関係なく積もっちゃいますよねいいピン、いいピンが1枚減りました。6万ローピンと通りました。9万ですかね、9ピンの方。そうですね、当たるパターンっていうのは9ピンの方が少ないですよね。シャンポン待ちっていうのがね、自分が2枚持ってると減りますからね。あ、そうですね、うん、やっぱり1枚見た目1枚、1枚しか見えてない9万よりは9ピンの方があるんですね、うん、同じパイは1セットに4枚しか入っていませんからね、自分が多く持っている方が相手が持っている枚数を少なく見積もることができると。はい、
さあ渋川追いつきますか。ちょっとまだ苦しいけど、9万すら切らないですね。ご覧の6万切りました。おそらくイーシャンテンだったらねもう少し頑張るんですけど、ええ、現状リアンシャンテンっていうのはリーチ相手だとまあ上がりに遠いですよね、うんうん、基本的に押すのはイーシャンテンからだと思います。はい。瀬戸熊です。9万かパーマンで考えますか。ドラガローマンでねカンパーマンで即リーチに来るかな、ね、うんうん、あとはあの自分がね3枚持ってるラインなんで、1回通せばあと2巡はしのげますよね。はい。イスチーピンはまだやってきません。イーピンが1枚減っただけですかね。リーチ時からスーピンも減りましたかね。なるほど。チーピンはね相変わらずどこにもないですね、ということは合計5枚、さあこれで4枚になった、チーピンが1枚減った。だいぶ情報増えましたからね。そうですね、いくら端にかかってる町でもなかなか出なくなりましたね、リーチした時にはかなり勝ち目がありそうでしたが、おっとチーピンがまた減っていく。こうなると秋選手が残り3枚を積もれるかどうかと、3枚でも十分多いですからね。そうですね、Eピンが1枚とチーピンが2枚山に残っています。他3者は防戦一方。個人的な希望なんですけど、はい、こういう、ね、山に3枚残ってて13巡目の時の積も率とかをね、はい、うんうん、パッと出たらかっこいいなと思うんですけど。どう計算すればいいんですかね。あ、積もった。4000は4100、裏ドラ1枚しっかり乗りました。リーチ積もピンク赤裏の4000オール1本馬連続満貫積もで秋が他3者を突き放していきます。まあ、計算は小林さんに聞けば間違いないと。今試合中なんで。まあ積もらない確率を聞けばいいですね、いつかね。積もらない確率、はい、はい。さあ13巡目で見事積もってみせた秋選手がなんと早くも5万点に乗せてきまして、と日本馬です。ドラは E ピン。